神戸港を中継地、ハブとして東南アジアから北米に貨物を効率的に輸送する実験が始まる。国や神戸市が出資する阪神国際港湾、神戸市が主体となり、日本通運やキヤノンなどが参加する。神戸港で複数の寄港船の中から貨物の空きスペースがある最適な船に積み替え、滞りない輸送をする試み。シンガポールや韓国の港に奪われた国際海運の中継地の機能を取り戻す狙いだ。コンテナ船の大型化に伴い、北米行きのコンテナ貨物は海運。